今日持っていた馬場先生のブックオフの科学の本によるとの表紙にトイレの詰まりを直すようなあのなんかあれがあってたわしみたいなのが表紙にあってこうトイレの詰まった時はこのたわしで直すのかみたいなことを思いながら1時間ぐらいやってましたけどトイレの、はあ、話し出しを、はい、量子力学を思いながらやったっていうこうやって力学だから今日は力学やってボブ・デュランですよノーベルはあの文学賞村上春樹氏は全然先生はダメでしたけどボブ・デュランまた樋口くんも樋口くん弾き語りやっててボブ・デュランちょっとボブ・デュランが好きで僕ボブ・デュランのカセットテープ借りっぱなしでしたよ返せなかった樋口くんに借りたボブ・デュランのカセットテープがまだ返してないというね樋口くんまたも昨日の資料の中にあの高校の卒業アルバムを切ったのがあって、まあ、それだけちょっと、まあ、そんな貴重じゃないですけどちょっと思い出があるんでまず手元に戻したんですからそれをコピーしてでかくして白黒で今日の資料に入れて、まあ、出しましたけどねボブ・ドゥラン Nothing Heavens は Guns and Roses で聞きましたけど僕自身はボブ・デュランあんまり聞いてない樋口くんに一回じゃまあジェフ・ウェイクとかボブ・デュランとか、まあ、ビートルズとかあれですよねもう初期割と早い時のフォークとかロックとかの人がね評価されてる嬉しいような悲しいようなですけどねまた僕のギターがそこのノアで今日はやろうと思ったんですけどねちょっと金がかかるからまたただ弾きしようかな思い切ってやりたいですけどね、そこで。またあれ、あの人気出てるんじゃないですか、またボブ・デュランの影響で。わかりませんけどね、フォーク世代。僕は、日本じゃ長渕剛ですけど、長渕さん